それでは教区長のご唱和をお願いします。十二木の修練法。正中の統一は未だ優しい。正中の統一は未だ優しい。道中になお統一を乱さざるが真の統一である。道中になお統一を乱さざるが真の統一である。木の修練法は常住座が。常に心身統一を。保持するための運動である。これを日常万般に活用してこそ。すべてにおいて人間最高の能力を発揮できるのである。力抜いてる状態。これが伸びた。
こっちが動かないが伸びたんです。こうやって伸びないって伸びますね。こうやってあの微妙に肩が動いてこうやるとも伸びてないわ。近づいて完全にこれ伸びちゃっていけないわ。これ伸びてないよ。下向いてる感じの位置このまま向いてる。よくやってるこうやってデーンって見てるね。力入れてない。あの時はね、なんか抜けるとも心配してんのよ。抜けないから安心して出していいどうも行くとき下がってくる教えるときにね、行ってさっきはここ持っておいてこれどうしても力抜いてこれが伸びたっていうの要するにこれ全部これが伸びたってあるんですよ。これこれがこっちに持ち合わせ伸びないいくらやってるなんでまず伸びきってない力ないこれ面白い一緒にああこれは伸びちゃってみないはい大丈夫そうはい、引いて、うん、まだ勝てもないどうもお世話します。1、2、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 
やっと取ってくると、手数が上がってくる。この腰こりにきゅうじゃないって言ったらと思います。それとね、2日目なんかして頭後頭部が痛いなって時に、これからやっと5、6回やると、割れそうに痛いです。ペーンって。5、6回やるとね、痛み取り消えます。これともうちょっと大事なことは、むち打ちにかからない。これはギフトもしない状態で念じているということ。ショックがグラッときたって体全部が乗ってる。ところがね、こうやって凡病だとね、これが首が乗る。それでこれやられてむち打ち。この稽古をしっかりやったら、むち打ちや周りに乗った人が全部なっても一人キロッとして。1、2、1、2、1、じゃあ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 、2、1、
と言いたい時に止まっちゃうと弾が出ない。よく軍隊にあった少年兵が暴発したらみんなあれですよね。こうやって弾が出ない、おかしいって言ったらドーンみたいなね、隣の人間行っちゃったりするとみんな暴発。カメラだって厳密に言ったら二段目になっちゃう。犬とついてパッとやるとぶれないけどね、見たなくてパッと普段になって後ろ後ろは落ちちゃって二段目にとっついてここからしっかり持ってるから今緩んでますね。鳥が行ったここで一遍止まっちゃうとあと一回しか入れたら入らない。こっち行っちゃう、まだ当たらない。そう分かってるわけなんだけどまだやった。ここまではね力入れ必要ないです。ここまでね、これが一段目、左右にどこから引き合いですよ。分かりました。そしたらね、こう持ってくださいで、私が持つときに、ちょっとこう持ったから安全ついこう力入れちゃう。これから引いて、もう入れないですよ。こう引く、持たれたときにね、じゃ持ってるんですよ。これを伸ばすから、ここまだこれ伸ばしてる。これ伸ばしてる、まだこれ伸ばしてる。完全にこれは分かってるんだね。これを分かってないと全体を伸ばしてる。もうね、あれこの持ったらこれだけ伸ばしてる。ならこの一点ほんの少しもいい。腰がどうせ調整の1、あんたじゃ1、2、1、2、1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 、
んだけど、まず、こうなったんだよね。1、2、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 
なるほど。大丈夫。いい。これ抜きっぱなし。これ抜けないから安心して出しっぱなし。いいですよ。本気だ。さやっておらんさ。それが正しい船こぎも。出るときには腰が前出て手が出るんです。それで一瞬出すからこうなる。腰が前出てそれから手が出て、腰が後ろ行ってから手が出るんです。ほら、いい。腰が来てから腰が前出てから刺さってごらんなさい。取り組みの調子っていう、そういう船の行事、なんか出合わせたけど、その行事、来る玉の行事、それ船の行事、川寺本人さんの店なんかで返事くれやったんですよね。そういう船の行事、いや、わかりませんわし、忘れちゃった。だから、そういう船の行事、船行事を読むと、日本の和船なんです。昔、日本にボートなんかなかった。でこの頃、空き体操なんて、みんなね、ボートと間違えた。ボートは確かにこうですよね。そうだね。それから来て本部でやってみてください。いい子、いい子って言ってたから。あれ、ボートと間違えちゃったね。とにかく。和船なんだ。あの、ずっと前にある通り和船来たときでね、実は投げあの初めてはぐるぐる巻きに進まないんですよね。別にぶつかって、そんなキー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 こうなる。で、間違ってスーッと進んだら、船の大きくて、随分消したんですねって。で、初めてだと、そんなバカなことになって進んでたんですけど。これ、年中、年中に出す。まず、腰が出てから引っ張って。岩に落ちてる見えるよ。これじゃ、船子にならない。船動かないな、これ。どうなんです。船も船子に。それを強くしたのが、ただこれ。さあ、立ってごらんなさい。それを使ってこの技を使いながらね、今こっちへこうやってこれは乗り切ってから来たら崖に落ちましてね、それをこっちへ、ここじゃダメですよ、これ愛車この方向へ、この一点はこっちへ来る、これほら伸びたんです。ここだけ伸びる、全部伸ばすんじゃないんです。この人僕のこれだけ伸びるんです。このままね、こうやって引っ張ってくるのは大変だね。このまま歩き歩きましょう。歩いてごらんせんわ、投げる前に歩くっていう。どんな落ちの間に、高めで落ち合いもらえたらスーッと歩く。やってごらんか。これで相手の手をここ来てん。あんたの位置ここ来てん。もう、ずれよ。これもこうやって歩いてる。やっとほらせ、ちょっとでもずれなくて重いんで。こうして、ここでほら、こうやって。あんたの手はここだろ。ここに行って、ここだよ。なんか重い。重い。一点はこっちもない。重い。何重い。それやってごらんなさい。こうやった時に、肩こっち行っちゃいけない人でしょ。こっち行ったらね、なぜ肩がこう行っちゃう。こうやったら行こないじゃん。このままこっち行ったら肩がここよ。ここよ。あれってごらん。あの、こうやってするから、こうして、肩がこう動いちゃうから戻れない。こうやってするから、こうやってきて、肩こうやって。動けっこないやな。このままで一点がこっち来たら、肩がここよ。ここじゃないの。ここだから、ラグになる。やってごらん、さ。そのため最初これ肩を動かすなって欲しいあの5分間番組であのゴルフの頃にやってたんですよね、やる人生は。たまたまであの
こういう見たら映ってたから見に行かないと人生が降りてこうやってゴルフ球をやるときに腕を伸ばしてくれちゃうで、そのおじさんびっくりした人だけどあとテレビで行くとなかなかうまいんだけどちょっとね、こう伸ばしてると肩が上がっちゃうそして肩を下ろしって今度緩んじゃう伸ばし、下ろし、伸ばし、下ろし、ゴンゴン動いてくるこういったらおじさんこれ難しいもんですねあって人生がなんていうのかと思ったらいやもうだんだんやってやがやだんだんできるようになりました絶対にビリになりません。持ち方もあの伸ばし方もません。伸ばすと肩こっちです。今あんたが動けなかったのそうですよ。先生はやってないんだ。これを伸ばして。本人は伸ばしたつもりでいる。ほらね、お弟子さんは腕伸ばしてこうやって。で上にかかる。で肩が上がるから下ろせって言うんですよ。伸ばせ、下ろせってそう伸ばして。そのままね、こっちを伸ばせておいたら、なんでもない子供が上伸ばすかなることがもう今のでもないしこれ腕を伸ばせって問題でこうやってやるしこれ持ってくるこのまま来るほらこのまま上のこと何にもしないさあ今度はね上る車ってよ今までこの人捕まえたいのじゃないからねこっちだから動かないねあの婦人警察官がね、あの両親官の潮田さんたちからこう持たれた時はこうやって投げんでもこうだってねで銀座であの最初の頃婦人警官があの頃婦人警官美人箱もっとこの男なんで美人箱使ったんだよねそしたら酔っ払いはねお姉ちゃん美人だねしてねおまわりさんのせいですって言って珍しいやつつかないほんとパッとぶん投げると思ったら全然伸びないんですそれで投げ出しちゃってね、同僚の男の方で警官が2人飛んできて、地図をかけたような、あの、撃ち落とすんだけど、それでは引っ掛けたら、ちょっと間違ってんでしょうかって、そら、あの女の子が大の男で持たれて、こんなの持つってないですよ。間違ってない。じゃあ、逆に立ちませんか、逆に立たないねって、こんなことやってる。大義とダムですけど、大義とダムっていうのはね、間違った大義ともダメな人だけどね、正しい大義のある動きです。しっかり持ってる。今のようにね、こうしてね、こうやって動く。ちょっとでも相手気が向いたらこれも自由なこのままじゃ動けないけどちょっとしたら自由なこうしてね持つのはね折り目はここなんこんなところに折り目ないんですこんなところに当たってね曲がらないこれをパンと言ったらちゃんと曲がるなんかこうしてほらスーッと動いた時にほぼちょっと見てると相手にしてこう動いてこう動いてるのは僕はやないらねこう動いてるのはここで下ろせる気の向いてるだからね、1、2、の、3、はい、栗本先生、よくね、栗本大郎先生がいるからね、合気道、我が乗りで素晴らしい記念なんてね、決めておけなっていうの、こんな失礼ではない、このままやっていきますよね、スーッと、関係ない、スーッと行って下ろすから、とにかくおらんさ、こっちからこっちになる。お願いします。